ジャーナリストの鈴木エイトさんですエイトさんどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますよろししくお願いします、えー。今回はあ山上被告の母親と同じ時期に奈良郷区に所属をしていたそして、えー、多額の献金をしていた元信者の A さん高齢の女性ですけども取材をさせてもらいましたいろいろとお話を聞いたんですけども VTR を見てエイトさんはどんなことを思われましたか そうですねあのー、山上容疑者からま連絡行ってまあ韓国におられる教団関係者もそうなんですけれども、うん、やはりこうどっかのタイミングでこういう事件が起こる前に止められたんじゃないかっていうのは、僕もやっぱり同じように思っていて、うん、まあやり僕のこれやってきたこともそうなんですけれども、あのこういう。 政治家と統一教会の関係性であるとか、こういうものをもっと早く世に知らしめることができたら、ひょっとして。まあ、こういう事件まで発展しなかったんじゃないかってことを思うんですよね。で、それまあこれまでこういうこんなに大きい被害が起こっている。重大な問題がまあ今も横行していたわけなので。 そういうことを感じますよね。はいですね。取材を続けています。記者に話を聞きます。安倍記者ですけども、現在山上被告が起訴されました奈良地検前にいます。安倍さん、旧統一協会の元信者 A さんなんですけども、献金の一部ですけどもね、これ7000万円余りは返金されたということですけども、ここはあのすぐに取り戻すことができたんでしょうか。 はい、えー、奈良地検前に来ています。えー、っと、奈良地検は先ほど山上哲也被告を殺人と重刀法違反の罪で起訴しました。えー、繰り返します。奈良地検は先ほど山上哲也被告を殺人と重刀法違反の罪で起訴しました。えー、この後午後4時半。 からですすね奈良知が記者発表するとしています、えー、またあの VTR にありましたその A さんですは、ね、献金の一部をすぐ取り戻せたのかというと実はあの VTR ではすごく短くなってましたけれども実際は脱会しておよそ1年かけて7000万円余りを返金したと。 まあ当初は返金できないと言われていて、その後、交渉を重ねて4000万円ぐらいだったら返金できますよと言われて、でさらに交渉を繰り返して、やっとの思いで、VTR にもあった献金詳細という紙が出てきて、そして7000万円余りの返金をするという合意を持ち込めたというような流れになってますなるほど、あのここまで来るのにずいぶん時間もかかったし、だいぶ苦労したということだと思うんですけれども、ただ、あその返金をするにあたる交渉ですよね。A さんの 家族とそして教団関係者のやりとり録音がありましたけれどもあの録音を聞いていると、まあ、丁寧に対応しているように聞こえたんですけれども実際のところどうなんでしょうかそうですねとまさに初めは献金できないということを強く言われていたのでそんな謝罪をするだとかそういった様子は全くなかったそうです返金できないというふうに言われた,ただ話が徐々にまとま返金そうです返金ができないということをずっと言っていたと、うんうん ただ話がまとまってきていて最後にその A さんとその A さんの息子がですねえっと録音しますよということで机の上にその録音機を置いたそうなんですよね、うん、そうなるとすごく柔らかい表現で申し訳なかったとかそういうようなことを謝罪の言葉を述べたと言っていました、うん、やっぱり録音しますよって言ってるから当然そこを三沢さん意識してまあ向こうも喋るわけですよねまその前後も実は聞きたいですよね、うん、どういうふうに変わったのかっていうのは当然ありますけれどもそ、ね、あそこだけ作ろってるっていうん だったらそれは本当の姿ではないということになりますよね。うん、ね他の信者の元信者の方にも話を聞くとクリスティーナ・ハンンいうえブランド名はよく聞こえてきます A さんはこの別の信者に誘われて教団の関係が会社とみられるその会社から購入をしていて、はい、実際に我々はこの宝石が本物なのかなというところで鑑定、えっと、に出した結果本物のダイヤとルビーで。 でだった,そうですただ、宝石の原価から比較すると相当割高になっていて非常に、とてもじゃないけどまあ本物ではあるんですけどもかなり高額な金額で購入させられているという。 被害者救済法というのは、うん、そのこれからの、えー、と献金だとかこれからのそういった入信だとか、うん、そういうことに対して適用されるのでもうこの A さんが、えー、と今回の行った献金に関しては現状では適用するのは難しいことになります。ですからあの被害者は 救済法ができた時もも、はい、これで多くの人が救われるのかと思ったんですけども、うん、ただ、過去を遡るわけではないというこれからに向けてとということですよね、うん、えエイトさんにも伺いたいんですけども、はい、え先ほどの話ですと1億6000万円のうちの7000万円余りの返金もやっとの思いでここまで返してもらったというそんな話でしたね。 はい、そうですね、まあ、一見あの、相当返してもらったように思えるんですけど、実際、まだまだ本当の被害金額、返してもらうというのは相当ありますよね、うん、これ、教団はこの1億円以上献金する人を特殊化と呼んでいて、はい、こういう特殊化を発掘するチームを組んでるんですよね、うん、で地域にこうお金を持っているお年寄りのところに、組織的にこう計画を立てて、訪問をさせて、だんだん信頼関係を作っていって、誘い込むってことをやっていて。 これ僕も実際、その現場、あの僕、住んでる周りで、信者がローラー作戦的に、いろんな訪問伝道、訪問関与している現場を見たことあるんですよね、うん、このクリスティアナも一時、こう会社なくなったんですけど、また最近復活して、ですねこれ、宝石だけでゃなくて、毛皮であるとか、絵画であるとか、いろんなものを扱っていて、これ日本であの展示販売会みたいなのも10年前よくやってたんですけども、もまた最近、これが再開されるのではないかと言われています。 A さんの息子さんも話してましたけどもお金は一部返ってきたんだけどもただその被害を受けた心ですとか家族ですとか時間はもう返ってこないんだもう本当におっしゃる通りだと思いますよえそしてもう一度現場のですね安倍さんに聞きたいんですけども山上被告先ほど速報でもお伝えしましたけども起訴されましたこの起訴に関することですとか今後の裁判に関する最新情報何か入っていたら伝えてください。 はい先ほど奈良地検は山上被告についての山上被告の殺人とですね銃刀法違反について起訴しましたただ、この事案というのは安倍元総理に対する殺人とその際に使った銃について。 の事案ですので、このほかにも、えー、選挙の妨害をした公職選挙法違反ですとか、えー、事件前日に宗教施設に試し打ちした建造物損壊ですとか、こういった別の余罪もありますので、えー、奈良県警は引き続き、そういった、えー、事案について捜査を続けていますはい分かりました、現場から阿部記者がお伝えしました。 山上被告ですね起訴へということになりました起訴されました、ね、はい起訴されました、はい、改めて伊藤さんに伺いたいんですけども、はい、今回の起訴に関してただですね有力政治家の関与など、はい、疑惑の解明はほど遠いとああ、やっぱり難しいんですか、うん、そこを解明していくのは はいそうですね、やはりあの今回あの、まあ、起訴になったわけですけれども、うん、実際、その事件の背景には、山上被告の,です、ね、この動機面、そこにどこまでこう合理性があったか、まあ、当然、どんな疑惑、関係があったとしても、殺人はいけないことなんですけれども、うん、これが単なる山上,の山上被告の思い込みや勘違いではなくてです、ね、ある程度、一定以上のこう角度のある統一教会と、えー、安倍晋三さんという人がどのぐらい関係性があったか、それが彼のこう決 このまあ裏付け合理性って言ってしまうとちょっと違うと思うんですけどそこにどのぐらいこう確実度それがあの裏付けられるものかっていうところがなかなかまだかしっかり解明されていないそれ他にももっと関係を持ってきた政治家も大勢いるのでそういう追求がですねこの救済法の制定などによって何かこう一段落してしまったような形があって実際のところを逃げをうせてる政治家がまだまだ大勢いるっていうことですよね。 これまでで言いますと旧統一協会との関係が報じられた山際経済再生担当大臣に関しては大臣職を事実上の更迭となりましたただ細田衆議院議長に関しては、まあ、議長という要職にありながら文書による説明のみしか今まで行っておりませんこれに関しては野党は反発しています立憲民主党は細田議長に対し通常国会前の会見を求めているということですが三沢さんこれ会見開くことになりそう これは分からないんですけども、うん、安住さんはほっかむりしたまま法案が通ったからといって逃げうせることはできませんよと言ってますで私の同僚記者も本会議なんかがあるたびにです、ね、議長にこう毎回言ってるんですよ議長止まってくださいと、はい、ちゃんと会見開いてください説明してください30回以上しちゃおうとしてるんですけども、うん、答えません全く違うことを答えたりするんですけれどもやっぱり国民に対して三権の長ですからここは会見を開いてこういう関係でしたと。 いううことととをきっちりと説明すするる義務があると思うんですねなぜそれをやらないのかと、うんまあ、そのまま通常国会、また開くということになってしまいますので、ここはけけじめをつけていたただきたいまあ他の国会議員たちも、まあ、苦しいながらもカメラの前で釈明をして、こうこうこうでしたという話はしているわけですから、うんうん、議長がそれできなかったら、三沢さん、まあ、本当にこう国民からの信頼、失墜しますよね議長をやってないんだから、終わりやらなくてもいいじゃんという人、必ず出てきますよね。うんうんうん うん、だからそこはねやっぱり議長としてけけじめつけて欲しいですよ関与の、ね、度合いってやっぱりあるんですよ、知らなかった人もいるし、うん、まあ国連の,その関係団体だからということで行った人も中にはやっぱりいるんですよ、でもそういう人たちは僕我々もそこまで追及しませんよ、うん、やっぱり関与の度合いが多かった人、うん、あるいは現職の大臣だった人、うん、あるいは議長、こういった人にはきっちりとけじめつけていただきたいと思いますね。 さあそして、まあ今日事件が節目を迎えたわけですけれども、教団は今、どんな動きをしているのか、はい、鈴木エイトさんに伺っていきましょうあの7月の事件,の事件後にはです、ね、一時あの、電動活動をストップしていたんですけれども、その後、再開をしましてです、ねあの、当然、電動数などもなかなか目標に達していなかったんですけれども、それが12月の報告が、まあ、おとといされたんですけれども、それらも事件前の水準に戻っているということで、えーまあ、変わらず勧誘、電動活動を続けてい 実際、おとといにもその大きなイベントというか、第一地区というあの、山梨県を含む関東の地区の、まあ、青年信者に対するこう電動出発式、40日露呈というのが行われたんですよね、その中で、えー、田中富広会長が驚くべき発言をしていますオンラインでもその配信されたということで、それが今、映っている映像ですね。はい この中であの、事件の反省であるとか、教団のこれまでの、まあ、関与してきたいろんな被害であるとか、2世の被害とか、この救済法案、新法についてとか一切言及がなくて、ですね単にこの2023年は、宗教迫害が絶頂期になる、1623年の,あのキリスト教徒への迫害、これが400年たって、また日本で起こるとか、そういう発言をしているんですよね。 だからまるで自分たちが被害者だと言わんばかりの内容ですよね、そうなると。うん、そうなんですよ、はい、自分たちが被害を与えてきた側ではなくて、自分たちがまあ宗教博が被害を受けている、被害者なんだってアピールをもうひもう内部ではしているということがよく分かりました、うん、あとはエイトさん、今回の,その式典の資料というものを、エイトさん、ことですよねはいこれはどういうものなんでしょうか。そう,そうですねはい その電動結果ということで、はい、実際、7月の、はい、事件の後にあとに勧誘の,ー、関与の電動の数を減った。 ですが10月、11月、まあ、これ少ないんですが、12月のこの成績の中で,です、ね、事件前とほぼ変わらない状況に戻っていると、<ー>この2世と書いているのは祝福2世、2> はい、合同結婚式で生まれたあのマッチングされた親から生まれた、はい、いわゆる生まれながらの2世ですね、うん、で新婚2世っていうのは、生まれた後に親が入信した2世、2> はい、この1世っていうのは、全くその新規に勧誘した伝道対象者。 まあ友人関係とかもあるでしょうし、街で声かけたりとか、家に訪問したりとか、そういう形で一世がこれだけ勧誘、ねはい、ただ、これが、ね、受講決定ということで、教団の施設にこう学びに来た人数、この二世とかいうのも、これ、いったん教団から離れている二世をこう呼び戻したって、そういう実績の数になるんですよ、ねはい、ですから、12月はもう本当に多くて、この11月から12月にかけて、何があったんでしょう、うん、エイトさん。 やっぱり伝道活動にやっぱり力を入れて、まあ、組,織組織だってあの各教会ごとにでとかの地区ごとにこうあいあの。 競わせているんですよね。目標数を設定させて、まあそれに何パーセント達成したか。でその成績上位21名はえ田中と含める会長と食事会をできるっていうのはそういうことでこうブラスというのをぶら下げてこう非常にこうモチベーションを高めてこういう活動に邁進させているってことですね。はい、だからまあ一度はこう収まったんですけどもまたあそういった動きが活発化してきているということです。えー、さて今後どうなっていくのかということなんですけども質問権の行使2度行われました。そしてその後教団の会 解散命令どうなっていくのかこの後詳しくお伝えします。 さあ今も普通に信者や寄付集めをしているという教旧統一教会ですけれども、うん、宗教法人を所管する文科省は解散命令の請求に向けた動きをしています、はい、これまでに2度質問権を行使しました、えー、時期は去年の11月22日史上初の質問をしました、うん、これに対しては去年の12月8日に段ボール10箱程度の回答文書が返ってきました。 そして2度目、12月14日に2度目の質問をしましたが年明け1月5日に段ボール4箱程度の回答文書がありましたこの後さらに増えているんじゃないかという情報もあるという今日長岡大臣閣議後の会見で12箱分の資料の提出があったと、はい、言ってますから、まあ、これは多いあの資料の提出があった。 ということです、ね、いう発言があったということですね、はいえー、エイトさんによりますと、はい、文科省は確実に解散できるような証拠、うん、裏帳簿などを集めている教団には A 帳簿、B 帳簿が江戸さん、存在するということなんですね、うん、そうですね、あのこれはの、は脱回された元信者の方からも聞いてるんですけども、教団には表向きの A 帳簿、そして実際のお金の流れを示した B 帳簿というのがあると、うん、まあこういう流れがもしつかめたとしたら、非常にこう開散命令請求については後押しになりますよね。うん ただこれ、質問権の行使というのは、いわゆる強制力がない、あの警察の捜査のようなものではないということですから、じゃあ、質問権行使して、じゃあ、これどうぞって教団側が出すかというと、どうなんでしょうね、そのあたり、はい、あの当然、自分たちに不利に,なる不利になるような資料は絶対まあ出してこないですよね、はい、でそういうところからこう、どのような資料を集めて、文化庁側が提出できるかというところがポイントになると思いますね。なるほど 数はかなり集まっているような気がするんですけれども、うん、それでも足りない可能性があるということで、三沢さん3度目の講師の可能性は。まあこれあるかどうかわからないんですが、はい、野党議員の中には3度目の講師あるんじゃないかという見方をしている人もいます。で、まあ2回目質問してだいたい。返ってくるのに2週間とか3週間かかるんですよね。で、そうなると。まあ3度目の質問権を行使をすればまあ、2月中に。また、えー、大量の資料が。うん 提出されるであろうとでそれを見て判断して、まあ、早くもう解散命令請求を出すのは早くしてほしいってその議員は言ってるんで、まあ、2月中してほしいなという話はありますが、まあ、4月に統一地方選挙もあり政府としてし、うん 選挙の結果を気にすればその後ろにずれ込むのが怖いなと言ってましたけども、うん、そこはまあ選挙とは関係なしにです、ねうん、きちんとやれるべきことは早くやってほしいなと今後の流れですけれども文科省が証拠をもとに解散命令を請求すれば。うん 請求を受けた裁判所としてはこちらですね悪質性、組織性、継続性をもとに判断していくことになります、うん、ただ結構この判断までに時間がかかるようでしてこれまで解散命令が出された2例につきましてはこれ2つとも最高裁まで行ったんですけれども、はい、オウム真理教で7ヶ月、うん、明確寺は3年という月日がかかりました江戸さんやっぱりここからもずいぶん時間がやはりかかるということなんですね はい、あの教団内部のいろいろ情報が入ってきたんですけれども、教団としてはです、ねまあ、5年から6年、確定までにかかるんじゃないかということを言ってるようなんですね<ー>で、もしこれが仮に裁判所が認めて確定をした宗教法人法閣がなくなったとしてもです、ね、一般の企業などと同じように税金を払った上で、同じように伝道活動、献金かつ献金集めをすればいい、うん、それを韓国に送ってもらえばいいということを言ってるようなんですよね。で実際にに韓国の宗教法人別の宗宗教教法法人人別がまたあるんですけどもそこに先祖会を 日本の信者が直接、銀行を返して振り込んでいるので、そういうところにあのメスはかけられない,っていうあ、メスを入れられないということで、教団側としては万、万が一、解散命め請席まで行ったとしても、いろいろ抜け道はある、権限集め、お金の集めはまあ変わらずできるという認識ではいますよねなるほど、ですから、こうなった以上、教団側もあの手この手でなんとかお金を集めようとしているということなんですね。えー、この時間はエイトさんに解説をししししていいいたたたただきまままどうううもあありりががととごござざ